どうも、翔です。モンスターハンター 4G、全開に続けらやっていきたいと思います。パーティーも変えずに行きます。やっていくぜ。しゃがるまがら。シャクシャクね。多分、しゃがるまがらあったと思えんな。見よう。近畿クエストもあれんけど、ずっと。まあ、ええわ。これとかなんかごっついおるけどな、いっぱい。おるなぁ。HP 低くせないけどな、一体一体の。あった、しゃがるまがら。来た。時を回りて戻り来よ。戻り来よ。なんやこれ。なんかいったれんけ。初めてのしゃがるまがら、G クラ、G 級。ザコメが。シャックか。多分まだ武器変えるんやろな、この人ら全員。うん。このエペギルタダスって何の武器なんやろな。すごい名前な。うん。昔なんかサードに攻撃特化でいこう。どうなの海底剣っていう。海底剣な、名前的にも完全に発掘装備っぽくない？発掘装備っぽいな、でも。やばいな。チャージアクス。反逆の。チャージアクスはこれ普通やな。うん。切れ味がめっちゃいいとかなんかな、もしかしたら。これチャージアックスは普通の武器やな。あとレア度9やもんな。うん。しかもこれ状態上攻撃2持っとうけど、状態上持ってんが意味ないんじゃん。持ってないから意味ないな。これもしかしたら属性変えらせない出えへんパターンなんかな、もしかしたらこの属性。このチャージアックスって。このチャージアックスは、会心率悪いチャージアックスかな、雰囲気。じゃああの意味があるの何がええ別に普通の装備やと思うで。あ、なんか書いてある。うわ、何これ何これ攻撃力1000あるぞ総中根で。セクとハル。強すぎやろ、これ。総中根で攻撃力1000あるぞ。光の総中根攻撃力なんぼ。800。800。で、しかも竜属性310ある。やべえな。これは普通な。いや、知らん。あ、攻撃力超アップがあるからか、これも。ミキリプラス3。超アップがあるから。やばい、回避で 20% アップ。高級ミニ戦。切れ味プラスレベル1。回避性能。やべえな。やべえ。半端ねえな。それまくっとうな。もうカリスマやな、ほんまこれ。カリスマ。ペロン。ペロンペロンやな、お前。おいタカお前これぐらい強くなれんのかどうせ無理だろうな、お前なんか。無理やろな。強すぎ。だからやり込みすぎ。これはハンターランク999、ほんまに。正真正銘？正真正銘のやり込んどう人のパラメーターなのな。だからこんなすぐ終わるんけ。かもしれへんな。この人がクソ強いもしかして。クソ強いやろな。攻撃に全てをかけとうな。うん、だって、あの人も、ボックスなんか見えひんもんな。見えひんな。タカみたいにボックス見えひんもんな。俺もボックスいるからな。あの人、ボックス一回も見ずに行ってもだよ。もうそのレベルけ。もうなんかボックスのアイテムなんかいらんみたいな感じなの。どんなレベルやねん。攻撃当たりませんから、的な。HP じゃ追い込まれたとこないんかな見とこ。さっきのティガレックス希少種とかでも、うん、基本、俺らが当たった攻撃でも、基本当たってなかったんだよ。嘘。ほんま。やばかった。半端ない。半端なかった。別格系。別格。過去最強？過去最強じゃん。過去最強やっぱり。もうトラ超えとう。トラ超えとうというかまあ、ハンターランクで言ったら超えとうからな。普通に。まあ確かにな。うん、若干やばい空気を漂っとるわな、このペロンさんから。ペロンさんからやばい空気漂ってるな。真のハンターやろこれが。真のハンター。これが伝説のハンター系。伝説ハンター。こいつ余裕やな、ノリ。ははは。余裕やでノリなんか。ノリノリでいくでー。ノリ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 のー。なになになになー。あ、しかも今考えたらペロンさん総中間が乗ってくれるやんけ。ほんまや。おそらく。危ない。危なー。おー！ザコが。帰還。よし、チャージアックスをチャージ。しゃがるまがら、ゴアゴアマガラと同じような攻撃してくるな。そうやな。ゴアマガラの、まあ、進化系みたいなもんやから。おわー！そっちまで来るか。横まで伸びるとは思わんかった、俺も。さすがの俺もな。属性あられがやばい。よし。粉塵や、ここは。俺の出番。唯一の出番や。これ、属性あられって何が変わるんだっけ？属性あられとか、まあ、属性あられって言ったな、俺今。なんか、どっちかって言ったら、地形変化やな。地形変化が、結構きついな、こいつ。あ、なんか、地面が爆発するやん。まあな。あれがきつい。よう、それと属性が間違えたな。うん。わけわからんやん。わけわからんかったな。いや、これ、あー、死ぬ、ほんま死ぬぞ。剣弁地。当たってもだ。この確かにこの、下からの結構爆破みたいな、結構エグいな。結構エグい。これめっちゃ嫌いもん、俺。この天変地めっちゃ強いな。うん。していけるか。いけるな、俺。いける。これなんかウイルスみたいなかかったとこなんやねん、これ。これが恐竜化ウイルスで、どうなのこれ。克服したら回収率上がるけど、赤くなっとったら、うん、今の光の状態な、うん、なっとったら赤いゲージとかがなくなる。あ、ほんま何や、HP 完全減ってまい。完全減ってま。なるほど。あんまり良くない状態やな。まあ言うても赤いゲージもあんま意味ないやろあれ。まあ、ぶっちゃけもうすぐ回復しちゃうしな。うん、よし、じゃあやるか。走ってくる。そうそう、乗ろう。これ乗るしかねえわ。乗って動き止めるのが俺の役目や。乗りマスターたちの役目。ああ、乗ったなわけねえやろうが。乗れると思うな俺、簡単に。やばい、もう地形がすげえやばい。ふう、うまい。もう一杯飲もう。うまい、もう一杯。うまい。うわー、あー、もう装備しまうタイミングでもほんま地面がめっちゃ攻撃してくる。地面攻撃めっちゃしんどい。くそ、あぶねえ。ペロンさん乗らへんのやな、あんまり。そうやな、乗り攻撃せえへんのやな。普通に攻撃してくんやな。それなの強いに総中5000やったら攻撃力強いんちゃうん、普通に。乗る時間がもったいないってレベルなのかな。あ、かもしれへんな。乗っとう時間がもったいない。いや、そういう戦い方もあるんか。うん、みたいな。もう乗りすらせえへんと。乗りはもう任しとんちゃん、上級ハンター。うん、なるほどな。おい、俺が乗ろう。まだ乗れへん。これでも結構乗り値高いと思う。高そうやな。全然乗れへんもんこいつ。全然乗れへん。あ、いたいた。なんかビーム当たってもだ。あ、乗った。はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。んぐちゃぶー楽勝だな。俺を誰だと思ってやがる。乗りマスターじゃい。俺の名前呼んでみな。よっ、乗りました、乗りました、乗りましたが、乗りました。いてー。はいはいはい、もう勝ちそうやな。もう勝てそう。なんか雰囲気的に。雰囲気的にな。もう終わりかけやろ多分。終わりかけ。降りてこんかい。はい、落としちゃったーバカ。おい、いや強え。これ強すぎるんじゃん多分。これもう、このペロンさんが強すぎるっぽいな。異常やでこの速度。まあでも考え方変えれば俺が強くなったっていうことも考えれんことはないわな。そうやな、確かに。5分21秒、確実にな。お、攻撃ゲット。やった。お、俺もゲットー。攻撃ゲットー。攻撃ゲットー。光の玉ゲットー。これ演技多分レア度高いんじゃん。見てみよう。アイテムポーチ7やぞ。あ、微妙かこれ。前のやつや、1個前のやつか。大攻撃がいいんやな多分。じゃあ大攻撃か。ペロさんなんかすげえな。鎌やもんな。なんか何の武器すごいダブルセーバー。黄色光ってんやん。めっちゃかっこええやんこの武器。なんなんこれ、でかない。しかもサイズが一回り俺と比べたらさ、でかい。ほら俺の手こんなダサい武器やのに。めっちゃかっこええ武器やな、あのダブルセーバー。いやー強えわー。ペロンさん過去最強に武器的にも強いな。強いな。だからもう一個一個の装備について防具作ってっとうからな。うん、それにマッチする防具作ってっとう。やばいな防具の感じが。だって防具だって全部がレア度別に10なわけじゃないもんな。うん、レア度7の防具とかつけとうからな。普通にスキル発動うまいことさせたんやな絶対。真のやり込みプレイヤー。真のやり込みプレイヤーやな。微妙なやつゲットしたな。お、解読。さあ、これが本物け。本物やろうな。確実に、プレイングもうまいしな。これが本物。本物。改造とは違うんだが。改造とは違う。一味一味違う。ただどれがレベル差あるのこれは。ただレベルもし1で比べたらどれぐらいなのこの人は。1で比べたらどれぐらいの上限で言ったんやろな。じゃあ、タカが2で俺が5やと仮定して、うん、ペロンさんはどれぐらいなの。ペロンさんはもうなんか、18ぐらいちゃん。18、うん、これただの友達よりうまい。うまいんちゃう。俺の友達もなんか棒眼使いけどな。タカが出会った過去最強のハンター。最強かもしれへんなあのタカが。あのタカが見た、見極めた最強の男だって。見て、スカルヘッドなんかつけとるな、この人。ほらスカルヘッドな。え、これめっちゃ初期の武器やろ。初期の武器やな。スロットないでな、だってなんでこんなわけのわからんつけとん。なんか同速系統倍化とかそんな感じかなこれ。スカルヘッドだってお前なんか同系統倍化って書いてほしい。同系統倍化か。なんなんこれ。これなんか倍にすんねん、その。え、多分あ、3やつをあれか6にするってこと。そう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 。すげえテクニック使っていくやん。どうやってこれしたん。それはなんかもう元からスカルヘッドについて特殊能力的な感じやな。やばいなスカルヘッド、うん、これ半端ねえやんこのなんかわからんけど組み合わせが。組み合わせやばいな。うん、でも守備力700あるからなスカルヘッド装備したのに。確かに。なんなんこれは。なんだろう、他のやつがもうめっちゃ上げたんやろ、その。あ、プラスがプラスマックスみたいな。鎧玉上げまくってやばいな半端ねえな。まあ、とりあえずじゃあ一旦終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。